どうもこんにちは。AK ヒットと申します。小説紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は、ガン消滅の罠、完全寛解の謎です。ガン消滅の罠、完全寛解の謎の著者は、岩木和馬さん。宝島社から出版されています。文庫版は2018年の1月に発売されました。ガンについて、ガンは今や日本人の二人に一人はなると言われています。 そして三人に一人は癌で死ぬとも、誰もが癌になりたくないと願いつつも、長年日本人の死因第一位に君臨し続けています。恐怖の対象です。原因や予防対策、治療法など、いろいろな研究が世間にも浸透していて、研究者でなくとも詳しい人は大勢います。中学や高校で生物を勉強していなくても、 がんのメカニズムや人間の免疫機構だけはよく知っている健康マニアの方もおられます。一方で詳しくは知らないけどなんだか怖いというだけの方もいます。詳しく知ろうとしないのは若者に多い気がします。がんは中年以降の病気だというイメージがあって自分にはまだ関係がないと思っているからでしょうか。がんは若者でもなります。しかも、 若い方が代謝、つまり細胞分裂がより活発なので、癌になったら進行が早いそうです。怖いですね。癌は細胞分裂時のコピーミスによって起こります。コピーミスした細胞が癌が細胞の元なのです。人間の細胞分裂では、なんと毎日コピーミスが起きています。しかし、免疫機構がそれを除去しているために、癌細胞が発育しないで済んでいるのです。免疫グッジョブです。 生き物のメカニズムの絶妙なバランスに驚かされますね。癌を扱うミステリー。癌に詳しい一般人の方も多いので、それを扱うとなると、中途半端なトリックや常識的、簡単すぎる謎だと、読者からクレームがつきやすいです。かといって、謎を難しくしすぎると、癌をよく知らない若者からすれば、難解な小説として受け入れてもらえません。簡単すぎても難しすぎてもダメです。 さらにその中間もどんな水準なのかよくわかりません。つまり世間にありふれた題材。例えば癌を描くのは作品内で扱う謎のレベル設定が難しいのです。学問的、生物学的には初級編だけどトリックには気づかれないアイデアが必要です。癌のことを熟知しているけれど、それをわかりやすく説明できる技量も必要です。書こうとするにはハードルが高いですね。著者は 国立癌研究センターで働いていたこともあるそうです。だから、癌にまつわる医療や保険の細かい話にリアリティがありました。現役の医師ではないそうですが、現在は医療系出版社に勤務されているそうです。あらすじ。日本癌センターで働く医師の主人公、夏目。彼は生命保険会社で働く友人から不正受給の疑いの話を聞かされます。あくまでまだ疑惑の段階ですが、 奇妙なことが起きていました。夏目から余命半年という宣告を受けた患者が生前給付金を受け取った後も生存しており、その後病巣が寛解、つまり消滅したのです。そんな例が他に3人もいるそうです。さすがにそれは異常だということで、調査に乗り出します。がんによって余命宣告を受けた後に寛解する例は現実にもないわけではありませんが、そこまで頻発するものでも当然ありません。 一方、かつて夏目が支持していた医師、西条がいる医療センターでは、再発した癌も完全寛解できるという売り文句と実績で、政治家などの有力者たちから密かに人気を集めていました。これもまた奇妙なことでした。近所でこんなにも癌の完全寛解が起きるものなのか。完全寛解自体は喜ばしいことだが、なぜこっそりやっているのか。癌治療における正規の大発見なら、 もっと大々的に宣伝して叱るべきではないのか保険の不正受給のためにやっているとしても、癌を消滅させる方法自体は画期的なものなのではないかその方法とは一体どんなものなのかこのトリックにはなるほどと思わされました。生物学をやっていた人でも納得できますし、やっていなくてもわかりやすい理屈でした。規制や監視の目が緩い海外のどこかならば、本当にできそうな詐欺行為です。 そのうちドラマ化されそうなアイデアの完成度でした。岩消滅の罠、完全寛解の謎、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。